はい、こんにちは、サングラス1号です。これわかる方いますか？こちらのキャップ、 T シャツ、シャツ、手袋、靴下、実は共通点があります。そしたら続いて商品名をご紹介します。キャップはウィクロンライトワークキャップ。シャツ、ウィクロンドライタッチショートスリーブシャツ。 T シャツですね。クールライト T。 ちょっと変化球ですね。で、手袋、グローブはクールフィンガーレスグローブ。はい、クール続きです。続いて靴下、ウィクロントレッキングソックス。まあ、なんとなく見えてきたかもしれません。そしたら続いて金額いきましょう。キャップは3,080円。はい、シャツ5,830円。はいはい、 T シャツ3,850円。はい、手袋、グローブは2,860円。はい、最後に靴下1,870円。まあ、一番高価なものでシャツの5,830円になります。実は私サングラス1号を見つけました。見つけてしまいました。コスパ最強のウェアを発表します。これ全てそうなんですね。というのもこれ全てウィクロン素材のウェアなんですね。そうです、これらウィクロン素材のウェアこそがコスパ最強のウェアなんです。もう一度金額見てみましょう。はい、ご覧の通りですね。それぞれ単品でも1万円いかない価格になります。高くてシャツの5,830円、安いですよね。リーズナブルだと思います。例えばこの一式にこの商品マウンテンジャージパンツっていうのを、これもウィクロン素材のパンツなのでプラスすると、暑い時期に最適な全身コーデ一式が完成します。その合計もなんと2,376円。違いますね23,760円。全部一式コーデで、全身コーデでこの価格ですから、まああんまりこういう比較はしたくないんですが、例えば他社ブランドさんだと、まあ、シャツ1枚パンツ1枚でこの価格になったりします、まあ、ところがモンベルさん、コスパ最強のウィクロン素材、この価格で全身コーデができます。ただコスパ最強なんで、コストパフォーマンス、やはり機能も良くないとコスパ最強とは言えないんじゃないかなと思うので、まあ、ところがやっぱり価格だけではないのがこのウィクロン素材のいいところですね。コストパフォーマンスというわけですから、機能も優れてます。まあ、当チャンネルでも頻繁にご紹介してます、このウィクロン素材の登山道具、登山ウェア、まあ、改めて機能をお伝えしたいと思います。まあ、ウィクロンは自然な風合いを持ちながら高い機能性を兼ね備えた快適素材です。表面はコットンのような優しい風合いを持ち、毛玉の原因となる毛羽を抑え、耐久性も優れています。長持ちしますね。よりコスパがいいという感じです。また肌面は滑らかな肌触りと優れた吸水拡散性が合わさることで抜群の着心地を実現しています。で、それぞれの機能、主に7つの機能があります。
脅威の速乾性と通気性です。汗を素早く吸水拡散し、驚異的な速乾性を実現。繊維自体に毛羽立ちが少なく、濡れても優れた通気性を発揮し、常に快適な着心地です。暑い時期にぴったりではないですかね。まあ、もちろん暑い時期だけではなく、汗をかきやすいとか、そういう体質の方の場合でも季節問わず活躍してくれると思います。僕は汗かきやすいんで、やっぱりウィッグを非常に心強いです。まあ、汗をかくとこう体温が下がりやすくなって汗冷えしてしまうので、それを避けるためにも、それを防ぐためにもすごく活躍してくれる素材ですよね。光触媒効果で匂わないんですね。光に当たることで匂いの元を分解する光触媒効果を持った粒子を繊維に練り込んでいます。洗濯を繰り返しても消臭効果を衰えず、半永久的に持続します。ですけど、そんなことあるんですね。素晴らしいです。だから本当こういう意味でも長く使えるっていう部分でコスパもやっぱいいんですよね。優しい肌触り、肌面に毛羽立ちが少ない繊維を使用し、ザラつきが少なく滑らかで優しい肌触りですってことですね。着心地いいとやっぱりずっと着ていたいなと思いますしね。ここも長く着られるっていうポイントの一つですね。でナチュラルな風合い、表面には高級ながらコットンのような優しい風合いの繊維を使用し、快適な素材に仕上げていますと。で、透けにくく優れた UV カット効果を備える。そして耐久性に優れ毛玉ができにくい。で、UV、紫外線遮蔽率 90% 以上。ね、素晴らしいです。こういう機能が備わって、コスパ最強と言えるんじゃないでしょうか。で、まあ、お手入れ、洗濯については、注意点一ついくつかあるんですけども、主にやっぱこれ、柔軟剤の使用はお避けくださいということですね。まあ、柔軟剤を使うと繊維にベールを貼るような形になるので、ウィックロンの素材が活かせないというか、包まれてしまうので、うまく、機能を発揮できないような状態になるので、柔軟剤のご使用はお避けくださいということですね。まあ、中性洗剤ですね。まあ、モンベルさんでも売られてますし、薬局さんでも売られているような中性洗剤で洗っておけば機能を活かせるということですね。で、もう一度言います。上から下まで全身コーデで6種類の全身のウェアが23,760円で、この7つの機能、驚異の速乾性と通気性で、光触媒効果で匂わない、これが半永久的に続くと。で、優しい肌触り、ナチュラルな風合い、 UV カットと耐久性もあります。そういう効果がこれ全てあるんですよね。で、価格と機能に優れたコスパ最強のウィックロンウェア、ぜひ手に入れたいウェアだと思います。安全快適な参考にお役立ちいただけたらと思います。まあ、他にもいろんなモンベルさんの動画上げてますので、ぜひ別の動画でもお会いしましょう。それではバイバイ。